柴田だ。1年ぶりか。柴田が1年ぶりに職員室に来たってことはきっと報告があるんだよな。どうした。そうか、1年間の浪人を経て東大に受かったか。まあ柴田元気出せな。東大に受かった、それはもう覆らないからさ、それをバネにしてな。そういうのがいつか美談になるといいよな。いやこれからだからな、全然な、全然なんかこう諦めんなな。なんかその一回東大に受かったっていうのでいろいろダメージとかもあると思うからそこ自分で処理しながらな。あんまりな、周り頼りすぎてもいけないしな。かといってな、頼んだでもダメだしな。そこうまく塩梅に作ってな。な、あのもう、東大受かったってのでな、へこんでな、ダメなやついっぱいいるから。でもそこで負けないってのはないでしょ。いつか美談になるよ。あんま、釈然としないか。恩師のリアクションとしてあんま釈然としないか。釈然としたいか。どうだ、俺が今言った内容腑に落としたいか。あの得てしてさ、目の前の人間が自分の価値観とあまり合わないこと言ってる場合、腑に落としても損するぞそれでも知りたいか。じゃあでもた好奇心だ、他者への。大事ではあるからな。いいよな。まあ今から俺はなぜお前にそのように言ったのか、自分のその思想を開陳するけれど、それを受けて他者への好奇心が目減りした場合はごめんな。なりかねないことは言うと思うから、単純な話、俺はま普段言ってないんだけど、東大出身なのよ。びっくりするだろう。こんな田舎のさ、公立のさ、ちっちゃい高校のさ、数学の先生でさ、まああんまいる感じしないじゃん。俺別にそんな、めちゃくちゃ冴える方とかでもないように、見えるだろうし、だから実際冴えるわけじゃないんだけど、まあその俺はね、東大を出てこう田舎で数学の先生やってるっていう自分の人生について、その本当にクソだなと思っていて全く納得をしていなくて、なんて言うんだろうな、同僚全員猿に見えんのよ正直な、正直な。でもう生徒たちもなんか本当になんかチンパンジーにしてはみたいなしては礼儀がいいみたいな、その礼儀がいいのがまた毒だみたいな、なんかそういう風に見えるし、この街そのもののことも、まあ、声だめというか本当に、なんかろ過された後のなんかここに残ったやつみたいな、割と汚い目のニュアンスで捉えていて、なんか、なんせ一回東京でね勉強してた時期があるから、この田舎町に自分が戻ってきたこと含めて、この田舎町ってのはなんか食べれるところを東京という町に切り分けていった野菜があって、まあモロヘイヤだな、まあモロヘイヤだな、東京に運ばれていた時、茎のところとか食べにくいところだけが田舎っていうその三角コーナーに伝わっていく、それがなんかこの町でありこの学校でありみたいな、まあ正直そういう認知の癖がまあ6年は抜けてなくて、その状態でまあだんだん30歳、美しいか俺は、俺の人生をお前は美談と言い得るかな。いろんなものをね、いろんなものを俺は抱えてるよ、問題を。自分でも分かるよ。まあなぜ意思がないからな、学校の先生になろうっていう、そもそもな、やろうとか、東大出て先生なんかやつもいっぱいいるよ。でもな、みんななんとなく問題意識とか持ってやるんだよ。俺だけだよ、4年間何も学べなかったから、高校の頃できたやつやろうみたいな、それで塾講師か高校の教師しかないなってなって、塾よりはだけ、美しいかな、腑に落ちるかどうだな、
理解しようとすることは危ういなって思ったの、うん、でも俺のことは心配すん な心配はされたくない、うん、俺は俺で自分の自尊心ちゃんと保ってるな。ってのは俺さ、やっぱ自分がやってることとか自分のライフスタイルが醜いなってのを自覚してて、それをこうちゃんと調節するために、あの毎晩寝る前に自分のセンター試験の点数を思い出すのよ950分の881、うん、でそれでまあ結構取ったから、結構それでこう自分は大丈夫だみたいな、過去の栄光っていう言葉を使われたら俺は黙るんだけど、それでもう頑張れるなみたいな気持ちになるし、まあ、あるいはそのまあ本当にしんどいな、自分が本当に嫌だなって思った時には全然その赤本を切り分けてうま煮にして食べてそれでなんか元気出るみたいな日もあって、うん、ちゃんと自分保ってやるから、うん、どんな目で見てるお前のその目は恩師を見る目かどんな目で見てる。ただな、本当に恐ろしいことを言うと、俺ってのはありうるお前なんだよ。わかるか、全然こうなるルートがあるんだよ。だからこそ、うん、美談になるように頑張れってことだな。うん、まあ一つ呪うとまあ、俺その今お前にした話とほぼ同じ構成、ほぼ同じ内容の話を自分の元担任にされたのよな。見たのか見たなら見てけよ